作用城、または福原城は、現在の兵庫県作用軍作用町に存在した日本の城である。飛行差約20メートルの丘に建てられた。現行3年4月28日に、与党の小賀の長手の戦いにおいて、鎌倉法の総大将であった名古屋光景を打ち取った作用繁華が、県無年間に築城した。その後、 赤松市36人衆のうちの福原市がこの城を継いだため、福原城とも呼ばれる。戦国時代末期、東西勢力が拮抗する中で、東の里、上城、西の光月城、南の高倉城と共に、赤松市の城郭軍を形成していたが、天正5年に、橋場秀吉が黒田義孝、竹中重春らの諸将に攻めさせ、 城主の福原則なおは城に自ら火を放ち菩提寺の福園寺にて自刃して城は落城した。南側には川、背後には山がある平山城で空堀、土塁、馬落としが残っている。土塁は西と北に残っており、西側の土塁上には落城寺の城主であった福原則、なおの死休を祀るため土地の人々によって造営された福原霊社が鎮座している。 兵庫県作用軍作用庁作用技福原。ありがとうございます。